小川野町は埼玉県の西部に位置し、秩父郡に属する町。両上町舎埼玉県の西部に位置し、秩父盆地のほぼ中央に市街地を形成している。中心部の小川野地区は県内でもいち早く教育、交通、産業の振興など各分野で近代化が進められ、西秩父地域の中心地として発展してきた。町域の西側は、 日本百名山の両神山を中心とした秩父、玉外国立公園や日本の滝百選に選ばれた、丸神の滝のある県自然環境保全地域、県立両上自然公園、名宝双子山を要する、県立西秩父自然公園などの豊かな自然に恵まれた地域である。2005年9月30日以前の、小賀の調子街局番は、町内全域が0494。 同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は小賀野局、川原拓局、秩父局、熊谷吉田局、上吉田局、両上局。郵便番号は旧小賀野町域が368から 01XX、旧両上村域が368から 02XX である。町内に鉄道路線はない。 工術の路線バスで、秩父鉄道の秩父駅、三部口駅や、西武鉄道の西武秩父駅に出る必要がある。西武秩父線を軽井沢へ延伸する際に、小川野にも延伸する構想があったという噂があったが、西武鉄道常務取締役を務めた、長谷部和夫によると、これは、全くのデマで、当社としては預かり知らぬことあります。ただし、長尾根地区の開発に絡んで、 西部秩父駅から空中作動などによる何らかの交通機関を検討していたのを地元の方々が希望を交え、このようなことが言われ始めたのではないかと考えられます。と否定している。小賀野町営バス、小賀野町営バスは、九両上村との合併を行う際に、九両上村営バスとも合併し、現在は九両上村営バスの路線も小賀野町営バスが継承している。 タクシーの営業区域は、秩父交通圏で、秩父市、横瀬町、水野町、長泥町と同じエリアとなっている。道の駅両上温泉、薬師のようの内渓谷の標柱約200、数十年前の江戸時代中頃に始められた。町内には完成4年に歌舞伎を上演した記録も残る。文化、文政期に活躍した初代、坂東彦五郎が一座芝居を組織し、 その後、イサム・タスク座、天皇座、大和座と引き継がれ、秩父地域はもとより、群馬県まで興業を行っていた。映画、テレビの影響を受け、昭和30年代以降は衰退の時期を迎えたが、旧大和座系の役者と、町内各地で地芝居を続けてきた人たちが合同して、小ガの歌舞伎保存会を結成。 1975年には埼玉県無形民俗文化財の指定を受けている。なお、森慎太郎町長は、令和2年のテレビ埼玉、埼玉政財会人、チャリティ歌謡祭に初出場。その際に、小賀の歌舞伎のメイクと衣装をまとったことが、大きな話題となった。町内では、16、小賀の、つたにき、泣くら、上井井田、両上小森に伝承され、 それぞれ地元の神社の祭りに、うじ子が中心となって、歌舞伎を演じている。町内には、常設舞台が10箇所程度残り、掛け舞台や、祭り屋台に、芸座、花道を張り出す舞台もある。近年は、子供歌舞伎、高校生の歌舞伎、泣くら女歌舞伎などの活躍も見られる。衣装、かつら下座化粧、振付などすべて町民でこなし、 芝居のデパートとも言われている。小ノの花の名所に咲く花は、時生の山野草が多い。ライダー歓迎の看板を掲げた役場前の公衆トイレ、小ガノ町を訪れるツーリングライダーが年々増加していることから2008年度より、オートバイによる町おこし事業を立ち上げ、町ぐるみでライダーを温かく迎え気持ちよく。 帰ってもらい新しい仲間とまた訪れてもらおうという趣旨で様々な取り組みを行っており、オートバイを趣味とすることで知られるタレントの山口良一を小賀の観光大使に移植している。ありがとうございます。